マーク・ケビン・オールブライトンは、イングランド・タムワース出身のサッカー選手。レスター・シティ所属。ポジションは MF。地元のアマチュアクラブであるミルオーク・モナークスでサッカーを、始め、8歳の時に、ウエストブロムウィッチ・アルビオン FC のユースチームの入団テストを受け、これに合格した。しかし、才能豊かなプレーを目にした。 アストンビラ FC の関係者によって引き抜かれ、ウエストブロムウィッチユース在籍は1年にも満たなかった。アストンビラのアカデミーでも類まれなる才能を存分に発揮し、2009年2月26日の UEFA カップチェスカモスクワ戦にてトップチームデビューを飾った。また、2009年のピースカップにおいてはアトランテ FC 戦で得点を挙げ、 準決勝の FC ポルト戦では、復帰と一触即発の状態となるも勝利に貢献。決勝の舞台でもプレー、優勝チームのメンバーに名を連ねた。プレミアリーグデビューは2009から10シーズンの開幕戦、ウィガンアスレティック戦であり、後半23分にハビブベイエとの交代でピッチに立っている。2011年12月21日のアーセナル、FC 戦で、 プレミアリーグ通算2万ゴール目のメモリアルゴールを決めた。2013年10月30日、28日間の期限付き遺跡でウィガンアスレティックに加入した。2014年5月20日、契約満了によりアストンビラを退団。5月23日に4年契約でレスターシティに加入した。8月23日のチェルシー戦にてレスターでのデビューを果たし、 翌年4月29日のドカードにいて、レスターでの初ゴールを記録した。移籍当初は、ベンチ外や途中出場といった起用が多かったものの、年明けから徐々に出場機会を獲得していき、31節からシーズン最終節までの9試合すべてで、スタメン起用。チームはこの9つの試合で7つの勝利を積み重ね、グレートエスケープを成し遂げた。 2015から16シーズンは、左サイドハーフのレギュラーとして、リーグ戦全試合に出場し、クラブのリーグ初優勝に貢献した。2016年8月31日、クラブと、新たに2019から20シーズンまでの4年契約を、結んだ。2016年9月14日、チャンピオンズリーググループステージ第1戦、アウェーのクラブブルフヘ戦にて、 先制点を決め、クラブのチャンピオンズリーグ初得点者となった。2017年3月14日、チャンピオンズリーグ決勝トーナメントラウンド16、セビージャをホームに迎えた第2戦、後半54分に貴重な追加点を決め、チーム初のベスト8進出に貢献した。2021年7月30日、新たに3年契約を結び、 契約期間を2024年まで延長した。レスターシティ、ありがとうございます。